はい、どうも、ショータイムゴルフです。最近コロナウイルスが感染しますよね。はい。第3波ですよ、第3波。うん。ね。そうだね、確かに。で、今回ですね、ちょっとコロナウイルスが超感染しているので、僕たちも、PCR 検査っていうのをやろうと思いまして、いろいろ探したんですけど、いつも利用している AY トラベルの方でやってるね、ものが安かったので、それをちょっと、購入して申し込みました。前日にもう検査をやったので、その映像がこちらです。はい実際に PCR 検査をやってみたいと思います。イエーイこういう感じ？じゃあまず、なんか、このキットと、この説明書みたいなのが入ってますね。今、翔太さん、箱があるじゃないですか、ちっちゃいの。はい。そこに唾液を取る、うん、だけど、その管の方、管の方に入れるのね。これですか。だけど、そのままだと入れづらいから、そこにその青いのをくるくるくるってつけてもらう。くるくるくるっと。そうそうそう。唾液こんなに出るかな。そうなんですよ。メモリがあるじゃないですか。今から用意してるでしょ。はい、うん。メモリの、1のところまで入れる。1? あ、1! あ、うん、それだったらいけるわ。意外とありますよ。なんかこの辺をね、こうマッサージすると出やすいらしいんですよ。喉元マッサージして、うん、なんかその、うん、それでやると出やすいらしいんですけど。なるほど。あ、出てきた。はい。で、これ入れればいいですか。入れてみましょう。いや、モザイク。これいらないでしょ。いや、モザイクかけるから。やったわ。モザイクかけてもやだ。このシーン。やだ。もうショコタンのだけこれどうぞ。いや、皆さん、あやちゃんの見たいですね。いらない、こんな。恥ずかしいんだけど。恥ずかしい。出ない。これ、モザイクいる？まあ、入れてよければ。でも、1ミリ結構きついな。そう、意外とありますよ、量。今、出なかった。再生回数上がるから。再生回数上がるから。いやモザイクはかけるから、モザイクは。ちょっとすぐ戻ってくる。ちょっと女の子出しちゃってます。じゃまだ半分もいってない。ちょ今カメラ持ってる方が、ちょっと女性の方なんで。恥ずかしいんだけど。画面見てるんで見えてないです。大丈夫ですか、うん、全く見えてない。全く見えてないけど大丈夫。なんならあやのも何も見えてないから私大丈夫。1でいいんでしょ、うん、1でいい。え、そんなに時間かかる。うん、見てください。やめて。赤いのを全部入れてください。え、こうするね。だから翔太さんは赤いので蓋をしてください。はい、はい、これ送るときにあとは200円分の切手を貼ってポストに交換すると翌日について、そこから24時間以内にメールで、あ、メールで、うん、で、そのメールアドレスの登録を QR コード読み込んでやっておくと、検査が来るかが病院に行くので、うん、その病院から結果がメールで来ます。検査明日来るみたいなんで、明日へジャンプしましょう、せーのはい、じゃ検査来ましたね。明日、明日じゃない。検査来た来たじゃ検査結果発表しますね。はい、ね、どうする、これで陽性だったら。いや、ゴルフ場とかよく行くからとか、イベントとかもあるからさ、もし陽性とかだったらさ、コンペとかね、うん、大迷惑になってしまうよね。うん、え、怖っ。え、いいじゃん、できた。うん、あった。じゃ住所とかが書いてあるからさ、こうあれして、そこに関して、え、隠して。じゃあ、検査結果どうだったんでしょうか。陰性でした。おお、よかったね。よかった。ってことは、私の一応皆さんにはご迷惑かからずに済んだ。うん、うん、よかった。やっぱり怖いしさ、なんかめっちゃ効くじゃん、なんか後遺症みたいな、うん、ね、味わかんなくなるとかね、ね、とかさ、もっとひどい人は本当にもっといろいろさ、脱毛症とかね。そうそうそう。で、やっぱりなんか自分の身は自分で守んなきゃっていうあれなんじゃない。陽性だから届いてないんだよ。陽性なの？嘘でしょ。
寝坊しちゃってやばいよ俺。あったあったあった。じゃあ発表して。え、言えない言えない。え、言えない。え、まさかの。え、ちょっとご迷惑になるよ。え、本当に。うん。え、いや、陰性でした。陰性でした。イエーイ。これ本当にだって検査して、うん、検体送って、うん、郵送して、うん、次の日にはもう分かるっていう感じ、うん、スピーディーな感じですね。だからなんかやっぱり危ないかもとか、もしかしたらとか、うん、なんか定期的に検査した方がいいよね、うん、これなんか私たちは今陰性だったけど、もしかしたら、うん、ね、1ヶ月後とかにも陽性になっちゃうかもしれないから、うん、やっぱり何回もチェックして、ね、なんかまあコロナ、この中でなんかすごいゴルフが今人気みたいなんですけど、油断してね、ゴルフだから大丈夫みたいな感じで、またコロナ感染が加速したら元の方なので、ぜひね、皆さん PCR 検査を受けてみてください。で、僕らも定期的に PCR 検査を受けていきたいと思います。まあ、興味のある方は僕らが受けた A1 トラベルのやつを受けておくんで、ぜひチェックしてください。はい、よろしくお願いします。バイバーイ。